はい、どうもです。今回はですね、こちら、キツネ笛吹きっていう食材ですね。まあ僕自身でこの魚さばくの初めてなんですけども、この魚がさばく映像はおそらく YouTube 史上初めてです。かなりマイナーな魚となってるんですけども、実はね、めちゃめちゃ美味しいらしい。そして、シガテラに当たる可能性もあるらしいと。シガテラに当たる可能性があるから、マイナーみたいなところはあるんですけどもね。ということで、今日はそんな魚をね、さばいていこうかなと思います。ということで、早速、観察していきましょう。はい、こちらが全体像になっております。サイズ感としては、だいたいこっからここまで80センチで、重さは7キロ。結構大きいサイズですね。まあ、笛吹きって言って、まあ、口笛を吹いてるようなね、口の魚をしてるんですけども、めちゃめちゃ顔でかくない?顔長いんよ。でね、触った感じ、ほっぺもね、あんまり身がなさそうだよね。唇はね、こんな感じ。まあ、もう完全に肉食の口してますよね。もう唇、ブニュブニュですね。で、お腹をね、なんか触った感じすごい硬いんで、もしかしたら内臓脂肪が入ってるかもしれないです。で、こちらの魚ね、一応、大笛吹きっていう魚にめちゃめちゃ似てて、写真だけだとね、区別がどうしてもつかなかったんですけども、どうやら調べてみたところ、この魚ってこの背中のところに側線っていう線があるんですけども、この線から背びれまでの鱗が 1,2,3,4,5 5枚だとキツネ笛吹き、4枚だと大笛吹きらしいです。なんでおそらくこれはキツネ笛吹きだと判断しました。でね、ちょっとね、今日はさ、料理何にしようか全然決めてなくて、ツイッターで聞いてみようと思う。フォロワーさんに何にしようかってちょっと聞いて、まあちょっとその中からね、考えてみようと思います。ツイートしておきます。まあこれで、まあ魚さばき終わった頃、まあサンマおろしが出来上がった頃にですね、誰か案をくれると思う。もうフォロワーさん頼むよ。まあということで、まあ何をするか決まってないんですけども、ね、さばいていきましょう。はい、それじゃあまずはね、鱗落としていきましょうか。うわー、飛び散るね今回も。多分意外と鱗取りやすい。もっと取りづらいかと思ってた。はい、それでは綺麗になりましたということで、頭を落としてみましょう。じゃあ反対側、骨が結構硬そうなんでねじりましょう。まあ、背骨が立てない時はねじってしまえば大体の魚はちぎれますね。まあ、こんな感じで頭を取れました。まあ、ちなみになんでこんな感じでやるかっていうと、背骨とか硬いとこ切るとやっぱりね、出刃包丁とかでも欠けるんですよね。刀で欠けないのはアニメの世界だけですからね。すごいな、アニメってさ、人間をスパスパ切ってるのに全く刃こぼれしないもんね。多分無理だからね、あんなもの。多分一人切るたびに刀研がないとマジで切れなくなってると思う。言い方悪いですけども、絶対に刃こぼれします。人間なんてそんな簡単に切れるものじゃないですから。切ったことないけどね。内臓脂肪とかは一切入ってないですね。肝臓があって、あと胃袋の中かもぐちゃぐちゃに消化されたものが入ってるだけですね。じゃあですね、ここ浮き袋のところに傷を入れまして、ちょっとまな板をきれいにしてから洗っていきましょうか。この辺邪魔だな。これ白子ですね。あ、これ内臓か。これ腸ですね。これはどっちだろうな。白子っぽいけどな。おそらく腸と白子ですね。縫製した後な気がします。これはね、ちょっとかなり身が痩せてるかも。ちょっと洗っていきますか。浮き袋が邪魔だな。あ、でも浮き袋には内臓脂肪ついてるわ。浮き袋脂肪っていうのかな。ほら、これ油ですよ。どっちなんやろ。これ笛吹きではね、結構臭かったり臭くなかったり、当たり外れがね激しいんで、どっちなんやろうな。この魚は美味しいといいよね。はい、そしたらですね、3枚におろしていきましょう。意外と油乗ってるかもな、もしかしたら。うわ、鱗が取れてない。なんだこの肛門周りの鱗の頑丈さ、諦めよう。じゃあ反対側。あ、この魚でもさばきやすいわ。でも骨はね、本当に硬いですね、この魚。この腹骨は切っちゃった方が良さそうですね。お、こんな感じですね。割と美味しそうな身してますね。じゃあ反対側行きましょう。はい、それでは皮に切り込みを入れていきます。反対側。いや、にしても硬いですね、これ。危ねっ、手切るとこだった。
よし、いい感じです。はい、そしたら次は腹骨落としていきます。この魚結構ね、腹回り期待できるかも。この辺脂乗ってるわ。これどうしよう、こうした方がいいかもな。ここで腹骨が終わっちゃってるんで、こうして薄皮はねしっかり丁寧に剥いであげましょう。これ大トロですよ。はい、これはもう動画上でも分かるぐらいサシがすごいですね。めっちゃ美味しそう、大トロだね。そしたらこちら中骨取っていきましょうかね。やばっ、血合いすごいよ。油肉じゃん、肉の刺身みたいに入ってますよ。めっちゃうまそうだなこれ。はい、ということでさばき終わりました。でちょっとね、もう皆さんごめんなさい、味見します。これはねうまそうすぎる。うわーすごいね、めっちゃ綺麗だ。こちらね、どんな味がするんでしょうね。醤油をかけて、じゃあいただきます。めちゃめちゃうまいわこれ、びっくりした。めちゃめちゃ濃厚、マジか。島で食べた刺身の中で一番うまいわ、ダントツで。めちゃめちゃうまい、やばいこれは。さて、じゃあ冒頭申し上げた通り、 Twitter そろそろ返信来てるかな。あ、25件来てる。唐揚げ、塩焼き、バター焼き、煮付け、なめろう、あんかけ、あんかけか、あんかけ面白いね。これあんかけに合う気がする。じゃあ今日はですね、あんかけと刺身、こちら2品を作っていこうかなと思います。ということで早速やっていきましょうか。ではまずこちらですね、魚を切り身にしていきましょう。皮が硬いね。ね、やっぱ7キロぐらいの魚になるとでかいわ。一酒でこんだけ取れるのすごいな。じゃあ今日使うのはここにしましょうか、真ん中のここ。じゃあ塩コショウかけていきましょう。じゃあこの中に片栗粉を入れていきます。よし、そしたら閉じて振っていきます。こうすればわざわざ片栗粉を触らなくても粉付けができます。セット。よし、じゃあ入れていきましょう。あっつ、優しく入れないとね。うわー、これはうまいわ。よし、いいかな。はい、では野菜を切っていきましょう。人参、ネギ、しめじ、スナップエンドですね。まずは人参からさばいていきましょう。半分ぐらいでいいよ。薄切りにしていきましょう。あんまりね、俺野菜の食感っていうものを感じたくないんですよ。なんで細切りにしてもいいかな。ほぼ感じなくていい。じゃあ次、白ネギですね。変な切り方だな。で、スナップエンド、本当はね、サヤエンドを使いたかったんですけど、サヤエンドなかった。見た目をちょっと綺麗にしたいですからね。なんか硬いとこ取っていきます。勝手なこいつ。もうね、野菜なんて秒速で終わらせていきましょう。石突きを切りまして、でかいな、しめじが。ほどいていきましょう。よし。うわ、野菜大量やな。じゃあこれを炒めていきましょう。まずごま油を引いていきます。で、野菜、中華鍋はもう何もつかなくていいから楽ですよね。だし入れます。醤油、酢で、みりん、最後に生姜。醤油が全然足りてないな。あと鶏ガラスープ入れようかな。
じゃあ最後溶き片栗粉を入れていきます。これでとろみをつけていきます。もうちょい欲しいな。お、いいじゃないですか。じゃあこの上にかけて完成ですね。おお、いいね。完成です。じゃあラスト軽く刺身を切っていきましょう。安定しないな。すげえなこれ、めちゃめちゃ綺麗じゃん。じゃあこの辺を使っていきましょうか。この辺、うわすっげえなこれ。ちょっと大きいね。こんぐらいでいい。じゃあこれで完成としましょう。はい、それでは完成しました。こんなポテンシャルが高い魚が島にいるとはね、びっくりしました。じゃあ刺身からいただいてみましょう。とんでもねえぞこいつ。いただきます。うまっ、めちゃめちゃうまい。なんかこの魚の脂がとんでもなくうまい。めちゃめちゃうまみの塊みたいな感じで、口の中で結構ずっと残るようなしっかりした脂だね。大トロって感じ。今レモンサワーで流し込みたい。なんかブリとかに近いような味ですね。すっごい濃厚で味の濃い感じ。うまっ、これはうまくない。これはめちゃくちゃうまいですね。しがてら当たるしかないな。こんだけうまいんだったらもう当たってもいい。じゃあ次、あんかけ。マサルチャンネル史上初めてのあんかけですよ。こんな凝った料理しないからね。いただきます。あ、うまいわ。キツネ笛吹きである必要はないのかなって感じはすごいする。でもうまい。揚げても身がふわふわな状態で、しかもうまみがすごい。やっぱポテンシャルが高い魚は何しても美味しいですね。塩焼きとかしても多分これめちゃめちゃ美味しいはず。うん、美味しいわ。はい、それではごちそうさまでした。ということで今日はですね、まあ、YouTube 史上初めてなんじゃないかというキツネ笛吹き、こちらを食べてみたんですけども、島で今まで食べた魚の中でダントツで一番うまいです。はい、明らかにダントツですね。魚付きとかでもね、時々見はするんですけど、こいつらね、めちゃめちゃね、警戒心強くて、全然ね、近寄らせてくれなくて、まず取れない魚なんですけども、まあいつかですね、自分の手で取ってね、食べてみたいですね。ということで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それでは、